でこういった処理の仕方を最初にこの言い出したのがこのジョン・フォン・ノイマン、という方で、現在のコンピューターはそのやり方に従っているんですが、現在のコンピューターをノイマン型コンピューター、こういう具合に言っているわけです。で、このノイマン型のコンピューターというのはどういうふうな特徴がこうあったかということですが、一つはこのプログラム内蔵型ということですね。英語ではストアードプログラムというふうに言うんですが、処理すべきことをこの、プログラム、命令列と、データ、そういうふうなものでこの覚えておくと、メインメモリーの中に覚えておくで覚えておいて、この実行させていくわけなんですが、そのメインメモリーの中をですね、ガラッと変えるとまた次の仕事処理ができちゃう。でそのまたプログラムをこのパッと変えるとですね、また別の仕事ができちゃう。ああいうわけです。でそういうふうな仕組みに、なっているわけです。それからもう一つが蓄次制御ということで、機械命令をさっき言いましたようにこの1個ずつですね、一つ一つこう実行をしていきます。蓄次制御のやり方になっている。それからもう一つは、じゃあ機械命令の機能のレベルはどんなんかというと、これは四則演算ですね。足したり引いたりかけたり割ったり、そういうふうな命令だけ、非常にレベルが低い、低機能な命令しかありませんというわけです。で低機能な命令しかないんですが、非常にこうどんくさいんですけども、どんくさくてノロマだと困るんですけど、どんくさいけどもめちゃくちゃに速く動くわけですね。めちゃくちゃ早く動きますので、どんな応用にもこう適用ができますという ことで、汎用性が非常にこのあるわけです。ですからこの命令列をいろいろこう、組み替えることによってですね、もういろんな処理にこの使えますというわけです。それからもう一つはこの線形記憶ということで、先ほど言ったようなメモリーの構造、メモリーにアドレスがついてて、このアドレスを指定して、バイト数をアクセス指定してですね、アクセスをすると、そういう構造のメモリーというのは線形メモリーと、こういうふうに、この線形メモリーというのがこの蓄次制御と非常にこの相性がよろしいんですね。いわけです。一個ずつこの命令を実行してるわけなんで、そうすると実行するやつ をですね、メモリーのアドレスで指して、その指した命令をこの持ってくるというわけですね。そういうことで、非常にこう単純な構造をしたこの線形メモリーとこのが使われててですね、それがこの蓄次制御と非常にマッチしているわけです。こういったような特徴があります。いうわけです。で、このノイマンのモデルというのは1945年に提案をされたんですが、ちょうど私が生まれた時、終戦の年ですが、それ以来ですね、このノイマン型のコンピューターの基本方式がですね、現在のコンピューターに全部取り込まれていると、いうわけです。で、この技術革新が激しい時代に、この、60年ですよね、60年、以上もですね、このノイマンのやり方が、そのまま引き継がれているというのは、3つだけあるかと思いますけど、理由は。で一つはですね、コンピューターが出てきてこの急速にこの使われるようになったわけなんですが、そうするとプログラムがこういっぱいこう作られてきたんですよね、いっぱい作られてきた。
で、そうするとそれが非常に大きなこう資産になってきたので、この新しい方式のコンピューターなんかをこう、作ってですね、作った時に昔のこのプログラムがこのボツになれば、これはもうとんでもないことということで、昔作ったものがこの昔のコンピューターで動いてたものが新しいコンピューターの上でもそのまま動かないといかんと、いうわけです。でそういうのが互換性ということなんですね。こういう性質をきちっと保っていかないといかんと、いうわけです。でそういうことで、このノイマンの方式のコンピューターをガラッと変えちゃうと互換性が全部なくなりますから困っちゃう、いうわけです。でそういうことでこの今でも銀行システムなんかではこの IBM の大型コンピューターなんか使われてるんですが、IBM の大型コンピューターのこの元祖はこの IBM の360、1964年にこのできたのね。で360というのは360度どんなことでもできるやということで360という名前が付いたんですが、これは1964年頃に、4年にできたんですけども、この頃にこう作られてたプログラムが、現在の IBM の大型コンピューターの上でもそのまま動きますというわけです。ですから40年前 の, あのプログラムがそのまま動くという具合になって、それから皆さんが使っているあのパソコンなんですが、の中にあるこのインテルのこのペンティアムなんかのプロセッサーがあるんですが、これの原型は8086というプロセッサー、1978年ね。で1978年頃に作られたこのプログラムが現在のインテルのペンティアムの上でそのまま動くというわけです。そういうことで非常に互換性がこう大事なんですね、大事ということで、この IBM のコンピューター、それからインテルのこのマイクロプロセッサーそういったところでもですね、昔 の, こ の, あのプログラムがそのままずっとこう動かないといけないという制約があるわけですが、いわんやとにかく新しいとんでもない方式のこのコンピューターは受け入れがたい、いうわけです。そういうのが一つ。それから、この、コンピューターをですね、高速化をするときに、一つは新しい方式でを考えてこうこともまあできるんですが、それよりもですね、コンピューターを構成している、この集積回路ですね、そういったものの発展がめちゃくちゃにこの、大きかったんですね。例えばメモリーは後から出てきますけども、メモリーは、10年で100倍くらい容量が増えていったんですね。ですから30年で、メモリーが最初に出たのは1970年ですから、例えば30年で2000年ですが、100万倍になっちゃったというわけです。まあ、そういうことで、新しい方式をぐちゃぐちゃ考えるよりも、集積回路の技術に頼って、いけば、とにかくどんどん高速になりましたよと。メモリーも大容量になりました。もうそれでいいんじゃないなというのが2つ。からもう一つは非常にこうシンプルな構造をこのノイマンの方式はしてるわけで、さっき言ったように1個ずつこの、この地球制御で1個ずつこう低レベルの命令をこう実行してということですので、そういったあの逐次制御の考え方というのがこう人間の思考方法と非常によくマッチしてる。人間は非常に複雑なことを考えるようなんだけども、一つ一つはこれやって次これやってこれやって考えますよね。それと同じような方式でノイマン型のコンピューターは動いたというわけです。まあそういったことでですね、1945年にこのノイマン型のコンピューターが提案をされたでですね、61年にもなりますね。還暦を過ぎちゃって61年になるんですけど、方式としてはノイマンの方
式でずっと現在生きているというわけです。それで、まあ、これをちょっとお話やって、あのと休憩しますけど、私があの先ほどあの北戦争のご紹介がありましたけども、私は1968年に、坂井先生の研究室にマスターコースの学生、修士課程の学生で、入ってですね、た頃にあのこの200の2200のモデルの200と、こういうコンピューターがあの1967年、僕が入る1年前にあの導入をされておりました。これはの日本電機さんが無償で、産学連携でですねあの入れてくれたということで、当時の関数とも大勢関にあったと思うんですよね。でこのコンピューターをこの持ってるこの研究室は日本にはなかったし、世界の中でもそう、多くはなかったと思うんですが、とにかくあの、すごいコンピューターです。このところにこの、あの磁気テープのがこう並んでありますし、まあ、この辺にこう操作タグがあったりしてますが、それで、まあ、どういう具合にこうなっていたか、全体がこうなんですが、まあ、この辺の部分があのコンピューターの本体部分、それからこの辺があの入出力装置ですね。ネットワークを張ってて、あのちょっと離れたところの部屋からも使えるようになっているわけです。で、この本体分のところをこうちょっとあの右耳で落としてみますと、まあ、こういう具合になっているわけです。で、このメモリ、さっきのメインメモリですが、これが何個あったかというと32キロキャラクターズとなりまして、このキャラクターズというのはさっきあの1バイトが8ビットとこう言いましたけど、このコンピューターはですね、この8ビットではなくて6ビットだったのね、その6ビットの単位をキャラクターと言われとったわけです。そういうことで、この、まあ、32キロバイトと思っていただいてもいいですか、それくらい。それからスピード、メモリーのスピードが2マイクロセカンドなわけね。で、足し算なんかをやりますと20マイクロセカンドぐらいかかってました。それからリスクがこうありまして、これがあの 9.2 メガマーバイトですね。現在はパソコンのところで 200GB くらい入ってますけど、そのメガですから1万分の1よりもまだあの1万分の1くらいですかね。それからこのラインプリンターがあります。毎秒420ラインでガチャ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 と動いています。それから、この紙テープリーダーというので、この、フロッピーディスクなんかありませんので紙テープですね、多分どこかで展示されてましたかね。こういうあの3センチくらいの紙テープで穴が開いてるやつですね。そういったもの、それからこの紙テープをこの作るこのパンチャーですよね。こういったものが、それからここに、磁気テープがこういうわけです。でこういう構成だったんですけども、当時学生はとにかくまあフル運転してたんですね。もう30分刻みくらいでずっとこの、使用者からの書いてあってですね、この徹夜で学生はコンピューターを使っているわけです。でこれがまあ本体分なんですが、この本体分のところにですね、ここに IO のインターフェースとこう、なってるんですが、ここからですねこの、入出力装置にこうつながっていくわけなんですけども、これがこのところですよね、このところなんです。でここにあの研究室でもういろんな
この入出力装置あるいはそれを制御する装置をですね、作っていったわけです。それでここでですね、この音声関係のところですね、音声関係でこの DAAD というのはこれデジタルトゥアナログ、アナログトゥデジタルということで、このデジタルアナログ変換器ですね、そういったようなものをこの入れて、この辺のところで音声認識なんかの、装置をいろいろ入れて、この研究をしているわけです。それからこのところでこのマルチポースピーチアウトプットデバイスということで、こいつを私は作ってたんですね。カッコでマルチポーと書いてあるんですが、この音声合成で人工的に、音を合成をして出す装置で、私がやったのはこの、この複数の音を同時に出すということでマルチポーとなってますが、この辺の仕事をやっているわけです。それからテレビカメラなんかをこう入れるとかですね。それから表示の CRT を入れる、それからタイプライター、それから画像のいろんなこの、入出力装置をこう入れるというわけで、こういったいろんないわゆるマルチメディア関連のこの機器をですね、一部自分らで試作をしながらこのコンピューター200の2200のモデルの200の方につなぎ込んでいろんな研究をしていたというわけです。で今日は島津の OB のキリさん来ておられるので、キリさんはこのところに確か交通 の, シミュレーターですね、市場からもしかないんだと思いますけど、交差点のところにこう信号が、まあ、ついてるわけですけども、その信号の、コントロールをコンピューターのコントロールとかで車がこう入ってくるとランプがちっちゃいとこついてですね、たくさん溜まってくると、信号の間隔を長くするとかね、そういったような研究をされておりまして、確か研究でドクター取られたんですね。まあ大体そんな感じですけど懐かしいよということで、そういうとにかくいろんな入出力装置を買ってくる、あるいは自分で作るみたいなことをやってですね、もういろんなマルチメディアの処理以外にもいろんな処理をやってたんですね。ということで70年頃にもうこういったマルチメディアを中心とした研究の基礎的な部分はほぼここで全部やったというわけです。それからネットワークの研究もですね、ネットワークでこうつないでこうやってましたし、いろんな点で先駆的な研究というわけです。でこれが1968年から70年前半にかけての話なんで、もう今大学は産学連携でやんでいかんとかですね、言われてるんですが、もう30何年前でこんなもう終わっとやってるんですね。それも非常に大きな産学連携のプロジェクトだったね。それから先生もなんか7人か8人ぐらいなんか言いましたよね、一つの研究室の中に。そういうことでいろんなところから人が集まって、まあ、わーっとこの、マルチメディア関連、あるいはネットワークの話をやってる、いうわけです。まあ非常に良き時代でしたけど、だけどコンピュータ自体はこのメインメモリーが32キロバイトぐらいだから、非常にこの、規模は、今から思えば小規模なものだったんだが、まあ言うて使い切ったコンピューター。
こんだけ使われれば本望であるというようなコンピューターですね。今あの学生なんかに、パソコンなんか与えてもちょっとスピードが落ちちゃって新しいやつでもいらんとか言って贅沢言うんですけど、まあ無駄遣いは結構してると思うんですけどね、最近の、学生での貸してくれるのでもういろんなことやってるわけです。それでさっきあの北先生がお話しあったように、1973年にあのドクターを終わって、まあ、鼻付けが上手だということでこのコンピューターを作る研究室に、入って、た時の頃の話なんで、で、こういったところにミニコン、ハイタク10というミニコン、とかこれハイタク10-2というこの辺になんかドラムとかですね、磁気あの磁気テープですね、今回のパンチャーがあったり CRT のディスプレイがあったり入力装置のタブレットですね、こんなもんこれミニコン、ミニコンのハイタク10-2で、ハイタクはこんなもんなんですね。ハイタク10というミニコンで12キロ。あ、これワードになってますけど、これ16ビットですね。ですから24キロバイト。ドラム、ディスクはなくてドラムということで約262キロバイト。ぐらいのもの。これでもまあいろんなものをつなぎ込んで、こういうふうな、でしたと。いうわけです。まあ、こういったところが私があの大学院の学生あるいは助手の時代の時のマシスタということで、まあ、あの大体30数年経ってるんですが、あのアドリアのシステムというのは、様変わりをしているというわけです。